全ドイツ労働者協会は1863年5月23日にフェルディナント・ラッサールがドイツの労働運動指導のために創設したドイツ初の労働者政党。1875年にはマルクス系の社会主義政党社会民主労働者党と合同してドイツ社会民主党の前身たるドイツ社会主義労働者党を創設した。この経緯のためドイツ社民党では 全ドイツ労働者協会の創設日1863年5月23日を、自党の創設日とみなしている。全ドイツ労働者協会の訳語のほか、全ドイツ労働者同盟へと訳されることもある。1862年8月25日に、プロイセン王国、ベルリンで開かれた労働者集会で、ロンドン万博に派遣された労働者の報告を聞くため、 全土一労働者大会を開催しようという提案がなされた。10月7日の労働者集会で全土一労働者大会準備委員会が設置され、カジビール・アウグスト・アイヒラーが委員長に就任した。同委員会は、ザクセン王国政府に11月28日に、ライプツヒで大会を開くことの許可願いを提出して、許可を得た。一方ライプツヒでも、 フリードリヒビルヘルム・フリッチュやユリウス・ファール対比を中心に独自の労働者組織が立ち上げられており、ベルリン委員会のアイヒラーの親、ビスマルク的な方針と対立を深めた。シュルツは、ベルリン委員会に対して全ドイツ労働者大会の創設準備は徹底的な準備の上で進めるよう要求し、 結局ベルリン委員会は11月2日の集会において全ドイツ労働者大会の開催を延期するとともに大会開催準備の主催をライプツヒ委員会に委ねることを決議した。ライプツヒ中央委員会は11月22日にザクセン王国内閣に対して流産した11月大会に与えられていた開催許可の延期を請願した。フェルディナントラッサールこの頃 労働者の間では、フェルディナント・ラッサールの労働者綱領が話題になっていた。ラッサールはこの本の発行によって、検察から起訴されて裁判にかけられていたが、全ドイツ労働者大会の準備を進めるライプツヒ、中央委員会の二人の議長、ファールタイヒとオトーダマーは、ラッサールの裁判を傍聴して、ラッサールの演説に感心した。 ファール対人だまーは1863年2月にラッサールのベルリンの自宅を訪問し、労働運動方針について指導を求めた。ラッサールはその返事として1863年3月1日に公開回答書を出版した。その中でラッサールは新歩党は信用ならないので、新歩党から独立した労働運動を組織する必要があると論じた。 また労働者を賃金の鉄則から解放するため労働者、階級自らを企業家にする必要があるとした。具体的には労働者の自由などを明と国家の援助によって企業体、生産組合を結成させて賃金と企業利得を一致させることで賃金の鉄則から離れて労働者階級の状況を改善させることができると唱えた。 この生産組合においては労働者は毎週監修に従った賃金を受けつつ、年末には営業収益の分配を受けることになる。国家は定管の認可と業績確保のための介入を行うが、国家にこのような強力な干渉を行わせるには、国民が自ら選んだ立法府の存在、つまり普通選挙が不可欠であるとする。 そして普通選挙を求める合法的運動を行うために労働者を全ドイツ労働者協会として組織する必要があると結論した。以上を趣旨とするラッサールの公開答弁書は3月17日のライプツヒ中央委員会で採択され続く3月24日のオーデオンでの全国労働者会議でも採択されこれをもとにして全ドイツ労働者協会を 結成するための新委員会創設が決議された。ラッサールは、ライプツヒ以外にも支持を広げるべく、東本清掃して演説して、支持を拡大していった。ラッサールの努力のかいあって1863年5月23日には、ライプツヒに、ドレスデン、ハンブルク、ハールブルク、ケルン、エルバーフェルト、デュッセルドルフ、バーメン、ゾーリンゲン、 フランクフルト、マインズの労働者代表が集まり、ラッサールが寄贈した綱領を採択の上、ラッサールを会長とする全ドイツ労働者協会を発足させることが決議された。協会規約の第一条は、協会の目的を平和的及び合法的手段によって、中んづく大衆の革新の獲得を通じて、普通平等直接選挙を獲得することとし、この選挙法こそ、 ドイツ労働者階級の社会的利益を十分に代表し、社会の階級対立を真に除去することができる唯一の手段であると定めている。また、教会の組織については次のように定めている。教会の執行部である幹部会は、会長と24名の委員によって構成され、トップである会長は、総会での絶対多数で選出し、任期は最初のみ5年。 二回目以降は一年。会長は緊急指令を出すことができるが、三ヶ月以内に幹部会の承認を得なければならない。幹部会は地域組織の代表者を任命する権限を有する。総会は毎年一回開かねばならず、場所と日時は会長が決定する。幹部会の過半数もしくは協会員の6分の1以上の要求があった時には、 会長は6週間以内に総会を開かねばならない。規約の変更は、協会設立後3年後からでき、総会の3分の2の賛成の決議により行われる。会長に大きな権限があるのが特徴であり、他の幹部会委員による会長権力への制限は大したことはなかった。彼らは全ドイツに散らばっていて、そのことで行動能力を大きく制限されていたためである。 これについてラッサールは結成式の数日前に誰が会長になるにしてもその権限は独裁的であるべきだ。でなければことは運ばないだろう。集団討議はブルジョワジーに任せておけばよいと述べている。初代会長にはラッサールが就任し、日常業務を取り扱う幹部会議員の初期にはファール大使が就任した。ラッサールは主にベルリンでファール大使は ライプツヒで教会の拡大のために熱心に活動した。ラッサールは10万人の教会員の確保を目指していたが、彼の生存中は4600人を超えなかった。その内訳は、多くがアメリカ南北戦争の影響で痛めつけられたライン地方の売り物労働者たちで素朴な人柄のプロテスタントたちだった。ラッサールは、 ベルリンでの活動中プロイセン最小、オットーフォン・ビスマルクと秘密裏に複数回の会談を行った。この会談でラッサールは普通選挙の禁定を求めたが、ビスマルクが選挙法改正をちらつかせて、ラッサールを牢絡するにとどまった。一方、ラッサールとファール対比の関係は悪化した。ラッサールが中央から独裁的な指導を行うのに対して、ファール対比が 支部の自主独立を訴えるようになっったたためだったファール対比は1864年2月1日に初期を辞任し、ドレスデン支部長に転じることになった。しかしその後もファール対比周辺はラッサールにとって頭痛の種となった。ドレスデン支部長になったファール対比は、ラッサールの方針に反して進歩党との連携を図り、ラッサールを憤慨させた。また、 ラッサールのライバルであるカール・マルクスの一党である、ビルヘルム・リープクネヒトがロンドンからドイツに舞い戻って、来て全ドイツ労働者協会に入会し、ファール対比と接近を図り始めた。ビスマルクとの秘密会談をリープクネヒトに突き止められる、恐れもあり、ラッサールにとってはいつこの周辺から陰謀を仕掛けられてもおかしくない、危険な状況になった。 ヨハンバプティストフォン・シュバイツァー1864年8月31日、ラッサールは恋愛問題に絡む決闘で命を落とした。ラッサールは遺言で、反、ファール対比派のフランクフルト支部長、ベルンハルト・ベッカーを全ドイツ労働者協会の後継者に選ぶよう協会に推薦しており、1864年11月には、ベッカーが後継の会長に選出された。 ラッサール死後の教会の方針について、ラッサールの一番の親友である、ハッツフェルト伯爵夫人ゾフィーは、ラッサールの語った一言一句を大事にしてラッサールが、死んだ時の軌道をそのまま維持すべきことを唱えた。一方、ヨハンバプティストフォン・シュバイツァーは、ラッサールのプロレタリア運動を強化したいという、精神を大事にすべきで、その実現のため必要とあれば、 ラッサールの個々の言葉や方針は放棄することも認められるべきと考え、ラッサールのライバルのマルクスやエンゲルス、リープクネヒトとも一定の接触を持った。また彼は、教会機関士として、社会民主主義者が身を発行することによって、ラッサールの死後の教会の理論的独裁権を握るようになった。白爵夫人とシュバイツァーの対立で党内の混乱が続き、 1865年11月30日の総会ではカール・ビル・ヘルム・テルケが新しい会長に選出され、ついで1866年6月17日のライプツヒでの第三回総会ではアウグスト・ペアルが会長に選出された。しかしやがてシュバイツァーの独裁的な指導が必要との認識が党内に広まり、1867年5月に ブラウン・シュバイクで開かれた臨時総会でシュバイザーが会長に選出された。これに反発したハッツフェルト伯爵夫人は6月に無協会員の約6分の1を引き連れて分島し、ラッサーアルファ全ドイツ労働者協会を創設した。全ドイツ労働者協会は1867年8月の北ドイツ連邦の帝国議会選挙に出馬し、2議席を獲得し、シュバイザーは 帝国議会議員となった。しかし1871年3月3日のドイツ帝国の帝国議会選挙では一議席も取れない敗北を喫した。シュバイツァーは議会活動により確保してきた党内での優越的地位を失う形となり直後の3月24日に会長を辞職した。7月1日にはウィルヘルム・ハーゼン・クレーバーが新たな会長に就任した。シュバイツァーは ラッサールの親ビスマルク路線を継承したため、これに反発するマルクス系の社会民主労働党と長い構想となり、ドイツ労働運動に深刻な内部分裂が生じていた。しかし、シュバイザーの辞職後には全ドイツ労働者協会の親、ビスマルク的傾向は減少し、また、社会民主労働党もこの頃には小ドイツ統一に反対しなくなっていたので、 両者を対立させる重要な論点がなくなっていた。さらに1874年1月10日の帝国議会選挙で、両派は同じぐらいの票数を獲得して共に議席を伸ばしたが、もし合同して選挙戦を展開していたらさらにに3議席取れている計算だった。この選挙結果が一切り立つ両者を沈静化させる役割をもたらした。 さらに関係がラッサール派もアイゼナハ派も問わず弾圧を行っていたため、両者の連帯感は増した。特にケンジ・ヘルマン・テッセンドルフによる社会主義者弾圧はアイゼナハ派よりむしろ全土一労働者協会に激しい弾圧を加えたため、アイゼナハ派のラッサール派は、関係の手先という悪感情は急速に解消した。1874年10月10日にこれまで 合同に反対してきたテルケが、全ドイツ労働者協会を代表して、リープクネヒトに合同を提案した。具体的な交渉は当時逮捕されていた、ハーゼンクレーバーの釈放を待つことになり、12月上旬に、ハーゼンクレーバーが釈放されると12月15日に、両派の代表が、ベルリンで会合を持ち、初めて最目の合同条件を話し合った。今後の合同交渉は、 両派同数の委員を出し、双方の委員が、それぞれの公領及び組織に関する提案を作成し、総務委員会は、両派の総案を審議して、最終案を作り、これを原案として大会に提出することになった。1875年2月14日と15日に、ハーゼン・クレーバー・ラ・ラッサール派と、リー・プクネヒト・ラ・アイゼナハ派の会合が持たれ、 ここで新しい党の組織と綱領に関する草案が決定された。組織問題では強固な中央集権体制を取ること、一切の党機関は党の年次大会で選挙すること、党機関として議長2名、会計1名、初期2名の5名からなる幹部会、7人からなる党制委員会、18人からなる委員会を置くこと。 両派の機関紙の編集部を設置することなどが決まった。公領草案は、両派の綱領を調和させたものとなり、ラッサール派は、労働収益税を収む、賃金鉄則、国家の補助による生産組合などを盛り込むことに成功し、アイゼナ派派は運動の国際性、労働階級の解放は労働者自身によってのみ、なされることを盛り込むことに成功した。 しかしアイゼナ母のベーベルはこの草案に反対し、ロンドンのエンゲルスに合同問題の意見を求めた。これをきっかけに、マルクスが書いたのが、ゴータ考領批判だった。しかし、リープ・クネヒトラ・アイゼナ母幹部はこれを、発表すれば、合同に差し障ると考えて握りつぶした。1875年5月のゴータ大会において、両派は、ゴータ考領のもとに統一され、 ドイツ社会主義労働者等が結成されるに至った。党首にあたる第一会長は以下の通り、ありがとうございます。